5月31日、ホンダは7月21日に三重県鈴鹿サーキットで開催される2024フィム世界耐久選手権 EWC コカ・コーラ鈴鹿8時間耐久ロードレース第45回大会の参戦体制を発表した。ホンダのワークスチームであるチーム HRC からは高橋匠、名越哲平、ヨハン・ザルコが参戦する。チーム HRC は鈴鹿8体においては、2018年に10年ぶりにファクトリー、ワークス、チームを復活させて2位になり、2019年は3位表彰台を獲得した。それから2年間は新型コロナの影響で大会が中止されたが、2022年はライダーに長島哲太、高橋匠、スーパーバイク世界選手権、ワールド SBK、ライダーのイケルレクオーナの3名を起用して優勝を飾った。さらに、翌2023年は長島、高橋が継続参戦、3人目にワールド SBK のチャビビエルゲを擁してチームとしては2連覇を果たしており、出場シード権を行使して2024年も鈴鹿8体に挑む。例年と違うことは、今年の鈴鹿8体はワールド SBK と日程が被っており、SBK ライダーを起用することが不可能となったことだ。ところが、MotoGP とはバッティングしなかった。それにより、2024年は MotoGP ライダーのザルコを招集。ザルコは鈴鹿8体に初参戦となる。日本人ライダーは高橋が継続、さらに全日本ロード JSB1000 を戦っている名越が起用された。マシンはホンダ CBR1000RRR ファイアーブレード SP をベースとしたワークスマシンを使用する。チームは今年もパートナーとして日本郵便株式会社を迎え、チーム HRC with 日本郵便。